はい、どうも、たけあきです。ということで、本日やっていきたいのがですね、ちょっと今、もうね、レンタカーやから、ちょっとだけ見づらいの勘弁して、こう思ったらさ、いかに普段自分が乗ってる車が走ってる時の音とかも静かやなって思うよな。ということで、本日やっていきたいのがですね、ちょっと、茨城県の方にやってきているんですけども、茨城の方の珍スポット、珍遊園地、廃墟の遊園地まで行ってみたいと思います。なんかガマランドっていう場所で廃墟やねんけど中にはちゃんと入れるみたいな、その不法侵入とかじゃなくてちゃんと中にも入れるけど、もうもはやもう廃墟と化してるみたいな、てかもう完全に廃墟っぽいよな。というわけで、まあ少し偏僻な場所になるんですよね。俺知らんかったん最近まで、茨城県がなんか一番魅力のない県ランキング1位、茨城県みたいな、そんな言ったんだよ。まあだからさ、ちょっとこう郊外の方にあるやんか、そんな茨城のさらに偏僻なところにあるガマランド、日本一不気味な遊園地とも言われてるよ。バブル期かなんかに作ってなんかそこの乗り物がなんか残ってるみたいな、なんか絶妙に取り壊すのにも金かかるから取り壊してもないみたいな感じのね。本日行きたいと思うんですけども、本日の検証、日本一不気味な遊園地、実際に一人で行ってみたら不気味なのかどうか、散々心霊スポット行ってきた竹脇翔が果たしてどう思うのか、やっていきたいと思います。東京から2時間ぐらいよ、茨城県のガマランドまで行ってみましょう。竹脇翔、一つ怖いのがさ、一応24時間営業やねんけど、ほぼ廃墟遊園地やからさ、日があるうちに来たんよな。もうね、ちょっと夕方なんよ。日が暮れる前に着いて、明るいうちにその遊園地を捉えたんやけどな。ギリ日が暮れる前ぐらいに着きそう。結構有名みたいですよ、そこのガマランドって。千葉県のディズニー、大阪の USJ、茨城のガマみたいな。あ、着いた、ここ?ここって書いてる。あった!左手に見えました、皆さん。不気味。あ、でもちゃんと駐車場あるんや、ちゃんとした。よかった、ギリ間に合った。ロープウェイがあるんやね、こっちの方は。で、こっちが完全に廃墟と言われる遊園地です。じゃあ降りて、ちょっと散策しますか。さあ、着きました。こちらがガマランドでございます。どういう建物なの?と思って調べてたら、廃墟やけど、厳密には動かないだけ、壊れているだけで、現役の遊園地らしいんですよ。昭和というより、平成初期感のある遊園地と言われています。まあ、だから、普通に入ってもいいし、駐車場もちゃんと止めれるし、現役。現役なのか?お客様へ、ガマ洞窟の入り口って書いてる。入り口入られへんのか?握り石。もうね、こういうとこ、はい、あるある出ました。すぐテレビ放送って書く。すぐテレビ放送って書く。握り石。石を撫でると幸せになりますよって。アクリル板越しのグータッチ。よしよし。何これ。サブー。ガマ。とりあえず1階はこんな感じで、2階に上がっていきたいと思います。何何?一応入っていいからね、だって。不法侵入とかじゃないからね。わ、でもこの時間に来たもむしろ良かったんかもしれんな。ちょっとなんか不気味さがより増すというかさ。あ、4階まであるんや。1階がお土産屋さん、2階が食堂、3階が子供広場で、4階が展望台と無料休憩所やってね。ちゃんとした綺麗な駐車場なんや。怖すぎるやろ、何ここ。え、ちょっと待って、怖っ、めっちゃ怖いやん。おい、廃れすぎやろ。何やここ。え、何全部壊れてるし。あー怖い、見てこのなんか謎の恐竜みたいな、ネッシーみたいなやつの上にまた誰か乗ってるんだけど、首が完全にチョンパしてるよ。首チョンパ。あー、もう全部壊れてんねや。これはチンスポットやな。何これ、ブロッコリーみたいなの落ちてるけど、ブロッコリーの中にコアラ。あ、これあれちゃん、薬局とかでよく見るやつじゃない？やっぱさ、なんか薬局とか、え、床屋とかの前にあるんやったかな。なんか見たことある、ちょいちょい。なんか不思議な、怖い。うわぁ、このアンパンマンから、あれやな、アンパンもらいたくないな。さ、食べてって言われても、いや、大丈夫ですって思うな。おー、
ロープウェイ、そっか、あれがロープウェイ乗り場で、ほとんどの人はこのロープウェイを使うためにここの駐車場に停めるよね。この遊園地のための駐車場の広さではない。もちろん来る人もおるけどね。怖いなあ。滑り台とかもあるやん。よし、じゃあ次3階行きますか。いやでもさ、一つ言いたいのがさ、いろんな YouTuber おるやんか。検証系、やってみた系、ホラー系、大食い系とかいろいろあるやんか。ホラー系でもさ、家で喋ってるだけの人おるやん。まあまあそういうジャンルはそういうジャンルで面白いと思うよね。あのちゃんと現場まで行くっていうこの労力認めてほしいよな。これ絶対に現場まで行って、なんか自分の肌で確かめなさ、みんなに直接なんかこうここの雰囲気を伝えられへんかなと思ってて。だって一人で2時間以上かけてここだけのために来て滑ったら泣くよ。無料ジャンボ滑り台。あ、これ多分もうあれやね、ロープでし貼られてるから滑れない、滑れない滑り台なんや。でなんか上の方にガマガエル様がみたいな、あ、これっぽいな。よいしょ。あー、ここここここから見えるかも。これがなんかここのメインどころみたいよ。ガマガエル様みたいな。遊歩道って言ったらいいんかな。登山道へ続いています。え、怖すぎるやろ。こっち絶対行かれへんよね。でこの遊歩道みたいなとこもさ、ちょ怖すぎんねんけど。痛い。道なき道すぎる。あ、これ絶対これ何もないわ。もう闇です。一寸先は闇です。戻りましょう。全く整備がされてないって感じか。あ、でもね、景色はめちゃくちゃ綺麗。なんか夜景やねんけどさ。素晴らしい景色。軽い登山コースがあります。ちょっとどうせやったら上の方まで登ってみる。あ、危ない。整備されてる。危な。整備全くされてない。めっちゃ高いやん。めっちゃ高いやん。思ってた遊園地じゃねえ。くそ、ここまで来たら上まで登ってやるよ。でもさ、ちょっとこういうとこって非日常感あってさ、楽しいよな。だからみんな普段ね、同じような作られた施設よりこういうちょっとアウトローな施設の方がさ、意外と楽しかったりするんやて。彼女彼氏できたら連れてこいよ、ここに。多分別れると思うから。どこまで続いてんのこれ。さあ、山頂って言ってんから着きました。ただ綺麗な景色が見えるだけかい。下ろう。ただの登山やった。いやでもさ、俺が最後に登山したんって高尾山みたいな名前やったかな。登山なんてさ、することないやん、普通に生きてたら。いやこれ登山家の人にめちゃくちゃ失礼。まあ普通に登山家じゃない人からしたらさ、登山することって大人になったらだいぶ機会減れへん。でさ、俺が最後にその登山したんって、まあとりあえず関東の方の山を登ったわけなんよね。それが最後やねんけど、確かもう5年6年ぐらい前かな。さっきちょいちょいね、動画でも言ってる、あの昔やった仲間やっていうメンバーで言ってんけど、俺と壁キホーと相馬さんと真帆とやったかな、その多分4人でね、登ったんが最後。怖いよね、人気商売ってさ。登山と一緒で、登った後は下るだけ。さあ戻ってきました。だいぶ日も落ちてきたな。何これ。日本で初めて空を飛びました。今屋上でちょっと一休みです。え、どういうこと。なんか怖いねんけど、ダイイングメッセージみたいになってんねんけど。しかもそこになんかうっすらとさ見えるかな、ちっこ勝てますようにって書いてんねん。どういうことやねん、アホしかおらん。じゃあちょっと2階の食堂お土産廃遊園地コーナーに戻ろう。上はマジでただの登山コースやった。スペースシャトルプレイコーナー。あ、一応中入れたりすんねんな、これ。今日唯一初めて遊具で遊んだぞ。めっちゃ綺麗。かなり標高高いんですよね、ここ。ちなみに今日ここの遊園地俺しかいません。ガマランド全く怖い怖い。なんかここの光景、夜中なったらこいつら動き出しそうやもん。怖いってこいつも。なんで左目こんな黒目ちっちゃい。すっぴん前の女の子の裸眼と
なんかカラコン入れた後みたいになってるやん。左右対称みたいな。YouTuber やん。YouTuber のハンガーすっぴんメイクやん。寒い。あー寒すぎるー。あまりにも寒すぎるー。はい、というわけで残念なことに、こちらのガンマ洞窟はもう完全にやってないみたいですね。一番最初のこの1階にあったガンマ洞窟、最初がこうシャッター閉まってたから、まあ、ここに入ったら500円で入れるみたいなんですけど、もしね、やってたら。はい、というわけでこちら今回ね、ガンマランドまで遊びにやってきました。なんか不気味な雰囲気ですわ。はい、というわけでね、今回は、まあ、現役の廃墟遊園地、茨城にある、ガンマランドまでやってきました。皆さんも、まあ、近くに寄った際にはぜひ、話のネタぐらいに寄ってみてもいいんじゃないかな、っていう、はい、感じでございました。というわけで、この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。家で語る系じゃなくて、実際に、こう、足を運んでるチャンネルの労力。2時間東京から、車で来て、ここからガチで2時間かけて帰るからね。一応会社立てて社長なんよね。全くそういう収支のこと考えてない社長です。まあでもこういう会社やからこそね、なんかこうエンタメとして YouTube としてはみんなが楽しんでくれるのかなっていうふうには思うけどね。あと本当に、社員ごめんなって感じ。全くお金のこと考えてない。はい、というわけでまた、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。今から帰りまーす。